同じ文脈で今度 TPP の総理のそのオバマ大統領の発言、そしてアメリカ側の発表との食い違いの話に行きますが、総理はやっぱり言ってるんじゃないですか。僕は今日今朝聞いてて、昨日の説明と今日の説明と微妙にあなたは変えてますよ、説明を。昨日は山本一太議員には昨年11月の閣議決定に従ってと言ってですね、鍵括弧、交渉参加に向けて関係国との協議を開始するとアメリカ側に伝えたと言いましたけど、今日徳永議員に対しては昨年11月の閣議決定に従って交渉参加に向けて関係国との協議を開始するとアメリカの大統領に伝えたと言いましたよ。つまりその閣議決定には入ってるんですよ、さっきから話題になってる全てのものをテーブルに乗っけるって話が。だからそれはあなた言ったことと同じになりますよ。それだったらまた決め、また再、はい、野田内閣総理大臣。あの昨年の11月の私が申し上げたのは、あの交渉参加に向けて関係国との協議に入るということと、昨年閣議決定をしている包括的な経済連携協定に基づく基本方針を踏まえて高いレベルの経済連携協定を目指すと、そういうことです。はい、はい、小野次郎君。じゃあその従いっていうのは外務大臣、英語で何て訳したんですか、向こうに。さあ現場外務大臣。ちょっとあのその場にですね、私自身あのおりませんので、英語で何と言ったかと問われても正しくですね、通告していただければしっかり持ってまいりますけど、これは仕方がないと思いますよ。この次郎君、昨日からだってこの問題が全て一番大きな問題になってるんでしょ。外務大臣、じゃあうちで休んでたんですか、質問が来なければ。そういう問題じゃないじゃないですか。まさにその言った内容とアメリカ側で取り消さないと言ってる内容の食い違いが問題になってるんだから、その部分は何て言ったんですか。それは委員長続けますよ。だけどこれどんな国際会議総理が行って帰ってた時もその説明は総理大臣はしませんよ、外務大臣がしてるんですよ、歴代。だから外務大臣は全部把握してなきゃいけないんですよ、あなたの責任なんですよ。答えてください。ただ英語の原文をですね、持参してないと言ってるんですから、多少それを取り寄せるとかなんとか、それをやらなきゃ、ここでやったってですね、いささかちょっとその難しいと思うんですよね。なんで委員長が代弁するんですか、そんなことを。どうですか、五国そのそれに対して提出するということにしていただいたらいかがでしょうか。ここの質問事項ではその原文の照合まで、はい、もう一度聞きますけど、じゃあ総理、その今総理がさっき説明した話はオバマ大臣に伝えたんですね、閣議決定に従って基づき、どっちですか、と言ったんですね、向こうに。言ったら言ったとないですよ、だって。はい、昨年11月に決定した包括的経済連携に関する基本方針に基づき高いレベルの経済連携を進めていくという趣旨の話をしたということです。小野次郎君。でその閣議決定の方針は何が書いてあるんですか。野田内閣総理大臣。センシティブな品目に配慮をしつつ、すべての物品サービス中華の対象にするというような内容の閣議決定となります。小野次郎君。だからそれをアメリカ側はなんか知りません、ホームページかなんかにそのまま載っけたってことでしょ。全然おかしくないですよ、あなたの方がおかしいです、二枚舌ですよ明らかに。野田内閣総理大臣。さっき申し上げた基本方針はセンシティブ品目について配慮を行いつつという言葉が入ってるんです。でそれ以降を抜き出しているというところはやっぱり違うんで、だから我々は基本方針に基づく高いレベルとは違うということであります。小野次郎君。じゃあ取り消すんじゃなくてその配慮しつつっていうのも追加してくれっていうお願い、どっちしてるんですかあなた。はい、解釈の話じゃなくて私が言ったことではないと、具体的にその場で高いレベルの失礼しました、いわゆる全ての品目を中華交渉に対象するという言葉を言っていないということを我々は伝えたということです。
小野次郎君。いや、あの、例えばこの紙何でもいいですよ、この紙をに参照してとか言ったら、それはこの内容まで認めたことになるのは大人だったら分かるじゃないか。そんなもの契約の条項全部読み上げなければならなくて、だって書いてある通りの、あるいは別紙の通りと言ったら別紙も認めたことになりますよ。それは、はい、野田総理大臣、センシティブ品目に配慮しつつということは、これただの正しげわけじゃなくて、全ての品目を中間交渉対象とするという中の流れの一つの文章ですから、途中で切るのはおかしいです。そもそもおかしいんです。だから私はそういうことを具体的に言ってはいないということを言ってるんです。この次郎君、だから私が言ってるのは、乗せろっていうのは、じゃあ前段も乗っけてくださいよってことで言えるけど、昨日言ってた議論の流れはあなたは言ってないんだから、その部分を落とせって言ってる話に対して、落としてくれとは言いましたけど、向こうが認めてくれないっていうことになってるんでしょ。違うじゃないですか、全然話の構造が。加えてほしいんだけど加わってないって、どっちなんですか。そうだ、野田総理大臣、あの、加えてほしいとかじゃなくてですね、あの、正確に自分が言ったことを言って、あの、書いてほしいということを言ってるということであります。小野次郎君、だから引用したらそれは使われたって仕方ないじゃないですか。はい、野田総理大臣、そう思いますよ。だって仮にですね、だからその基本方針、去年まとめた基本方針で高いレベル経済連携と、そういう書き方をしているなら問題はないんですけれども、その基本方針の中の半分を取り出しているというところがあったんで、だからそこまで、だからその中身を詳細に言っているわけではないということを私は申し上げて、それを事務的に伝えているということであります。この次郎君、まあ納得できないけど言ってる意味は分かりますよ。つまりじゃあ両方取り上げていれば、センシティブな話も上げていれば、その全てのものをテーブルの上に載せるっていうのも了解なんですね。そういうことですね、言ってるのは。はい、野田総理大臣。それは昨年11月の閣議決定ですから、閣議決定に基づいて対応するのは基本だというふうに思います。小野次郎君、それじゃあ言ってないことを乗っけてんじゃなくて、言ってたことの半分しか書いてないってことでしょ。全然違うじゃない、それ意味は。そういうことじゃない。